すごい動物園みたい。粘土ですか？粘土ですね。土じゃないですか。粘土かな。すごい。銀座にドーバーストリートマーケットっていう服屋さんがあるんですけど、あそこの1階にめちゃくちゃ大きな象の像があって、象の像その象の作家さんなんですけど、下がなんか日常から教会でした。ここはなんか動物とこんな近くで普通触れ合えないっていうような教会なのかなみたいな。なるほどなるほど。ですね。では続いて3階に。彼は今結構イタリアとかでも人気の、なんか工芸と現代アートのいわゆるオブジェの部分のなんか境界線を越えようとしている。この子のこちらもスタートです。スタートもこちらが合わせているので、ちょっと見つけた。はい、マックドライブさん。地下の方で行こう。日本だと東京のウィンターの現役としかこの先見えなかった。一昨年に東山でもちょっと展示してました。すごいですね。Sometimes, even little Hugh the bear might agree.Thank you.
たせいたしました。めちゃくちゃ面白かったです。カムめぐり、街中に点在していて、どれも歩ける距離で回れるので、街歩きしながらのアートめぐり、絶対皆さんもやってみてください。それではまた皆さんお会いしましょう。バイバーイ。